皆様こんにちは。私はジェトロサンパウロの松平と申します。今日は皆様にブラジルのファッションデザインの市場をご案内します。まずはじめに皆様のブラジルに対するイメージといえば何を想像されるでしょうか。コーヒー豆、サッカー、南国のビーチのイメージかと思います。しかしこういったビルが立ち並ぶ都会の場所でせわしなく働くビジネスマンが存在し、この場所で日本と変わらないファッションや日本人が好むようなデザインが受け入れられています。まずはブラジルの基本情報です。ブラジルは面積が日本の国土より 22.5 倍大きいです。古くポルトガルに支配されていたこともあり、ポルトガル語、そしてカトリックが主な宗教となっています。人口は2億人、世界で5位、 GDP は世界8位、そして在留邦人数は約5万人で世界の2位となっています。日本より移住された日系人と言われる方々の人数は世界の約半数ともいわれ、世界最大のコミュニティが存在していることが大きな特徴です。次にこちらの地図をご覧ください。地図にある南東部、そしてこちらの円グラフの南東部をご覧いただきますと、南東部に占める GDP の割合が 50% 以上になっています。また人口も集中しております。サンパウロと市場としてチャレンジされる企業様は多いのはこの理由です。さて、ファッションのマーケットを知る上で、ブラジル社会を示す所得者層のがございますが、高所得者層というのは、こちらで示す A、B1、B2 に値します。この A ランクや B ランクの方々が中心に高級なものを購入する層となる。一方で、C の層は一般的な大衆のものを買うにするようなマーケットとして存在しています。こういった各所得者の方々が、どのようなところで洋服やお化粧品を購入し、どのような価格で、そしてどのようなファッションに興味を持つか、今日ご案内させていただきます。それではまず、ショッピングの場所はどこか。まず、ブラジルのショッピングセンターはたくさんあり、そのうちの3分の1がサンパウロ州に存在しています。サンパウロのこちらに示すショッピングセンターの地図、高級派ショッピング、中流ショッピング、庶民派ショッピングと分かれており、ショッピングセンターによって対象となる所得層が異なります。それに合わせて出店テナントも変わっています。高級ショッピングセンターでは、日本でも有名なブランドが多く出店しています。一方で、幅広い層が行くようなショッピングセンターにはファストファッションなども出店しています。こちらは価格帯です。為替によって大きく日本円で比べると変動します。また、パンデミック期間中に e コマースによる購入が急増し、特にファッションはパンデミック開始前の2月に比べて 58% も超える売り上げになっています。ファッションに並んで次にお話しする化粧品も上位を占める e コマースのアイテムとなっています。次にブラジルにおけるファッションです。20年以上続くサンパウロファッションウィーク。こちらは世界で5番目のサンパウロコレクションです。これは先住民がいたブラジルにポルトガルの植民地時代にヨーロッパ文化が流入し、その後、ブラジル文化が融合されたブラジルのファッションが確立しました。そして、近年はファッション産業として成熟しました。ブラジル政府は、ファッションを輸出のワンセクターとし、当地のブラジルテキスタイル医療産業協会 AVIT、ブラジルの貿易振興機関 APEX ブラジルがパートナーを組んで、産業の国際化を目指したプログラム、TEX ブラジルを20年かけて、1500のブランドを輸出向けにして支援し、36億ドルのビジネスを生んだと言われています。ただ、近年日本と同じようにファストファッションの参入もあり、ブラジルにおけるお手軽なファッションも存在しています。高級ブティック価格でヒアリングすると、所得層の高い人にとっては非常に高価な買い物もあります。今は為替で日本円で換算すると安く見えますが、非常に高額になることもあります。次に、ブラジルの化粧品市場も日本と変わらず、世界の市場において日本の次に位置する4位を占めています。ブラジルの化粧品は国内製造の商品が多く、トップ5がほぼ市場の半分を占めています。しかし、ブラジルにはインドや中国などアジアからも輸入実績がございます。最後に、日本文化です。古くから日本より移住された方々から、文化、食文化を通じて、多くの日本の商品、品質の良さが伝えられています。今は品質だけではなく、便利でコストパフォーマンスのある商品などに好まれて買われるようになっています。近年では、ダイソージャパンさんが80店舗展開されており、便利な商品やデザイン性のある商品は、あらゆる諸国者層、ブラジル人に
届くようになっています。以上、所得者層によって異なるマーケット、販売店舗があります。ただこれまでは高所得者だけが狙ったマーケットがありましたが、中間層にとっても手が届く製品や商品も増えてきました。今回はごく一部のマーケットしかご案内できませんでしたが、これからもジェトロは最新の情報を発信していきたいと思いますので、ぜひブラジルを一つの市場としてご検討ください。ありがとうございました。